おはようございます。おはようございます。はい、モークさん、おはようございます。リエさん、アレリア、タイヤさん、今日は過ごしやすいですよ。すごく、まあ涼しいというか過ごしやすいですね。はい、それではですね、ちょっと皆さんに様子をお見せしましょう。緑ですね。そしてこちらの山ですね。まあ天気じゃないので、そんなにまあ綺麗ではないですが、赤福さん、ジャンクさん、ユウさん、あ、おはようございます。涼しいですね。涼しいね。ね、とてもいいですね。はい、おはようございます。おはようございます。それではちょっと電波のいいところ行きましょうかね。ここちょっと電波が悪いですね。イボンさん、おはようございます。電波良くならないですね。電波が日によって違うんでしょうかね。日によって電波が良かったり悪かったりするんでしょうかね。それではですね、はい、節子さん、おはようございます。今日から6月です。今日から6月です、ね。まあ梅雨はまだ先だと思うんですけど、もう、1週間か2週間か分かりませんが、もういい季節はもうちょっとしかありませんね。まあ梅雨もですね、私好きなんですよ。まあ暑いカンカン照りの夏よりも、まあジメジメしてるかもしれないけど、梅雨の方がですね涼しくていいと思います。私はまあ梅雨は、嫌いではないんですが、でもまあ梅雨だとですね、配信、外配信しにくいかもしれませんね。梅雨ですとちょっと配信がしにくいかもしれません。教会がなくなっちゃったのはいつですか。2月ぐらいかな。2月ぐらいに教会が壊されました。でも大丈夫ですよ。新しい教会がありますから。それではですね、メッセージいきましょう。今日のタイトル、この世はますます汚れていく。この世はますます汚れていく。黙示録の聖書の一番最後は黙示録です。その黙示録の一番最後は22章です。リュウビさん、おはようございます。その黙示録22章のところに、汚れたものはさらに汚れたことを行いなさい、清いものはさらに、清くなりなさいというところがあります。聖書の、まあ、予言によると、この終わりの時代、この終わりの時代は悪くなるというのが聖書の予言です。イエス様おっしゃいました。不法がはびこり、愛が冷める、そして、兄弟が裏切り合う。ちょっと怖いですね。あまり嬉しくないですが、そういう時代になるそうです。まあ、その前にリバイバルがありますけれども、リバイバルの後ですね、不法がはびこる、その愛が冷める、そういうふうに、
イエス様は予言しています。ゆきよさん、おはようございます。いつもありがとうございます。6月になりましたね。今年もよろしくお願いします。そうですね、今年も今月もよろしくお願いいたします。今月もよろしくお願いいたします。あの悪い麦の例えで、良い麦と悪い麦が畑に、まかれています。そして、良い麦か悪い麦か最初はわからない。だんだん成長して、だんだん成長してくると、まあ、黒っぽい麦は、悪い麦、まあ、普通の麦は良い麦というふうにだんだん分かってくるということです。つまり終わりの時代というのは、いろんなものが善も悪も成長し、その良い木か悪い木かがですね、分別判別できるようになってくる。良い実を結ぶか悪い実を結ぶか、その昨日の夜もちょっと言いましたけど、まあ救われてるか救われてないかというのは表面的には分からない、身によって分かるっていう話をしました。メロディーさん、おはようございます。つまり、悪い木が悪い実を結ぶことによって悪い木だと分かります。つまり、言動によって良い気か悪い気が分かるわけです。そのおはようございますどうも言動によって良い気か悪い気か分かります。そうするとですね、その判別ができて、そして良い麦は天に蔵に納められ、悪い麦は抜かれて、焼かれます。人間もそういう風になるということですね。人間も、その良い実なのか良い木なのか悪い木なのかが判別されて、裁かれるということです。裁きというのは良い木か悪い木かを、分けられるということです。イエス・キリストを信じるものと信じないものが分けられるということですね。そしてですね、終わりの時代にはですね、終わりの時代には不法や傲慢なものや、それから不尊なもの、そういうですね、悪い人が増えてくる、もう自己中の人が増えてくる、あらゆるその不道徳が増えてくる、それが終わりの時代です。マシラさん、おはようございます。いろいろですね、不道徳なものが増えてきます。この世がますます汚れていきます。いろんな、例えばですね、同性愛がですね、今はびこってますね。以前よりもね、同性愛の人が増えてるでしょう。同性愛の人を裁くことを愛しませんが、しかしその同性愛ということは聖書では、禁じられています。同性愛という、ことは神様の秩序に反する、神様の秩序に反するということです。
昨日ちょっと考えたんですけど、もし結婚のね、結婚の半分が同性婚になったとします。今は同性婚は本当にわずかですから、そんな問題ないかもしれませんが、もし同性婚が増えて、ね、男でも女でも結婚していいじゃないかとなった時に、結婚の半分が同性婚になったとします。そうすると人類はですね、まあ2人の夫婦が2人以上産んで人口が保たれるわけですよね。ところがもし同性婚がもし結婚の半分になったらば、男女の夫婦は4人子供を産まなければならなくなりますね。4人以上ということはですね、同性婚が増えれば増えるほど少子化が進むということですよね。つまり人類の滅亡が決定的だということですね。人類の滅亡が決定的。まあ聖書によると、まあ、その前に人類は滅亡しますから、まあ人口問題とはのことはあまり考えなくてもいいかもしれませんが、まあ同性婚は神様の秩序ではない。神様は、男性と女性を作ったのは、異性婚のために、まあ、男女を作ったということです。ですから、聖書では、同性愛を認めてません。二階さん、秩序を決めるのは神様ではなく人間です。確かに政治や社会はですね、人間が決めています。しかし神様が作った社会です、世界ですね。神様が作った世界です。人間が勝手に生きてですね、この人類が滅ぶのはまさに人間中心で神を無視した生き方、神を侮る生き方によって人類は滅びるんです。ですから、その神に従うのか、神様に、不従順なのか、それによって、人類は裁かれるんです。ですからそれは本人の責任です。二階さんが人間中心になれば結局は神に裁かれるだけです。でも神様は一人でも裁きたくないのです。神様は一人でも救いたいのです。門下さん、連日いろいろな悲しい事件があり、今の世の中は終わりの時代を表していて、これからもっと悪いことが起きると思うと不安です。イエス様の力が必要だと思いました。門下さん、確かにいろいろな悪くなります。でも聖書ではですね、だからこそ世の光になりなさい、地の塩にならなさいと言っています。つまり世の中が悪くなるからこそ、皆さん、世の中が悪くなるからこそ私たちは清く正しく生きるということですね。私たちは、闇に輝く光、闇に輝く光、またはこの世の汚れに対して清く生きる、地の塩として生きなさいというのがイエス様の教えです。ですから門下さん、港さん、おはようございます。お兄ちゃまさん、おはようございます。ですから門下さん、この世の、汚れに、落胆しないでください。もうそれは決まってることです。しかしその世の中が悪くなることの中で、私たちはかえって、松田さん、おはようございます。私たちは、清いものはさらに清くなんなさい、清いものはさらに清くなんなさいとありますから、私たちは、もっともっと、清くなることが求められています。
強くなることができるんです。ですからがっかりしないで、がっかりしないで、私たちは強くなりましょう。世の中が汚れていく、世の中が汚れていくならば、私たちもその世の中に影響を受けて汚れていってはいけないのです。ですから私たちはこの世のあり方から、離れて、この世に住んでるかもしれない、しかしこの世のあり方から離れて、クリスチャンの道を歩みましょう、ね、クリスチャンの道を歩む、それはこの世と同調するのではなく、イエス・キリストに会って清く正しく生きるということですね。清く正しく生きる。はい、モーカさん、もっと清くなります。そして私たちが、信仰で歩むならば、地の塩になれるのです。つまり世の中にいい影響を与えるということですね。世の中がどんどん悪くなったとしても、世の中がどんどん汚れていくとしても、クリスチャンの存在によって、この世は保たれ、この世は良い影響を受けるんです。ですから、世の中が悪くなりますが、どんどん悪くなりますが、しかし私たちはむしろもっともっと祈って、もっともっと伝道して、世の中の中で救われる人を起こすのです。港さん、Kさんによろしくお伝えください。あの、港さんは Kのこと知ってるんでしょうか。はい、まあそういうわけで皆さん、終わりの時代です。災害も増えるでしょう。戦争も起きるでしょう。伝染病も起きるでしょう。殺人事件、暴力事件も増えるでしょう。世の中はカオスになっていくでしょう。反キリストも出るでしょう。まあ反キリスト、アミナチさん知ってる。ああ、そうですか。反キリストも、現れます。廃墟が起きます。廃墟というのは、その何でしょうかね、廃墟というのは要するに信仰を捨てる人が増えるということですね。それはリバイバルの後ですね。リバイバルが起きてからだと思いますね。リバイバルが起きてから廃墟が起きるでしょう。ですから最後まで耐え忍んで、サタンは暴れて皆さんから信仰を取ろうとします。多くの人につつまずかせよう、多くの人をつまずかせようとして、サタンはつまずきを与えるでしょう。しかし、私たちは最後まで耐え忍んで、しっかりイエス様にとどまり、信仰にとどまり、世の光として輝く必要があります。イエス様の光を反映させる必要があります。私たちはそれが許されているというか、期待されているというか、皆さん、私たちは闇の時代、闇の世界の中で光の子として輝くことが許されているんです。ですから、皆さん、がっかりしないでください。世の中がこれからある意味では裁きが近いということですね。裁きが近いから、その裁きにふさわしく悪くなるということです。裁くというのはね、裁くというのは、罪が裁かれるということですが、それは、世の中が悪くなるからこそ、世の中が悪くなるからこそ神様は裁かれるわけです。で、私たちは本来は裁かれるものでした。本来は裁かれるものでしたけど、憐れみによって救われました。イエス・キリストを信じることが許されたんです。それは神様は憐れみの方です。
すべてを裁かれるのではなく、イエス・キリストを信じる者がイエス様の贖いのゆえに罪が許されるのです。はい、そういうわけで皆さん、私たちはますます清くならなければなりません。霊的成長をして、霊的成長して清さを追い求める必要があります。皆さんがこの放送に来て毎朝毎晩学んでるということは、だんだん清くなることができます。御言葉を聞くだけで清くなれます。ね、リュービさん、私は十分清い。私は十分清い。それは素晴らしい。モンカさん、永遠にイエス様から離れません。永遠にイエス様から離れません。そうです、私たちはイエス様から離れてはいけません。私たちはもっともっとイエス様に近づく必要があるのです。ベクトルが、世の中の人のベクトルは欲とかお金です。しかし私たちのベクトルはイエス様です。つまりイエス様に向かう必要があるのです。イエス様に向かう、それはイエス様に関心を持つということです。そしてイエス様に感謝するということです。そしてイエス様との絆を、強くするということですね。それが大事なポイントです。クリスチャンもですね、イエス様との関係が薄くなったら大変なことになります。イエス様のことを考えることをしなくなったり、イエス様の教えに関心がなくなったり、そうするならばイエス様から離れてしまうということでしょう。大事な関係は神との関係です。その通りです。神様との関係が一番大事です。イエス様はすべての手本です。その通りです。イエス様は私たちの模範です。ですからイエス様から学びます。イエス様から学びます。それでは証タイムいきましょう。証タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、この世が汚れているということが分かった証。この世がますます汚れていくということが分かった証。イエス様を信じて、自分が汚れているということが分かった証。イエス様を信じて、イエス様に清くされなければいけないということが分かった証。イエス様の血潮によって、十字架の血潮によって清くされないといけないということが分かった証。スタート。ジャンクさん、イエス様を裏切り悲しませて何度でも悔い改めて祈り、イエス様を待ち望みます。どうか私たちキリスト者にご自愛を。アメン。イエス様は優しい方です。悔い改めるものを許してくれます。イエス様は悔い改めるものを許してくれますよ。この世は汚れているということが分かったかし。
勇気と希望と与えてくれる放送ですね。僕は無職でよかったんだと、心底思った。同性愛が治ったわ。ありがとうイエス様。この放送は天国に最も近い放送です。ゆうさん、何度も何度も数えきれないほど許してくださるイエス様のように、私も人を許し自分も悔い改め終わりの日を待ちます。アメン。モーカさん、イエス様の血潮によってもっともっと清くされたいです。イエス様にいつも祈り、もっと絆を深めていきたいです。アメン。衆議院議員の上原愛さんもクリスチャンだそうです。そうですか。アイポンさん、遅くなりました。はい、最近笑顔がない。そうですか。最近笑顔がない。ゆうさん、本当に多くの人々にイエス様を知ってほしいです。そうです。ですから、私たちは、悪コメがあっても、迫害があってもイエス様を述べ伝えていきます。一人でも多くの人がイエス様を知るように、妨害があろうと迫害があろうと命がけでイエス様を愛していきましょう。伝えていきましょう。命がけで告白していきましょう。命がけでイエス様を伝えるのです。イエス様も命を捨てて、命を捨てて私たちを救おうとされたんです。私たちはイエス様の犠牲によって救われたんですから、私たちも命がけで伝道しましょう。命がけで伝道しましょう。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、よっちゃん、おはようございます。私たちは以前は、イエス様を知りませんでした。イエス様を知らない時は自分中心でした。この世界は自分中心で生きて、自分のための、人生、自分のための、世界でした。しかし私たちは天動説から地動説になるように、この世界の中心は自分ではない、神様が中心なんだ、イエス様が中心なんだということが、分かりました。ですから、
私たちは、イエス様を中心に物事を考え、イエス様の御心に沿って自分を合わせます。以前は全てのものを自分に合わせようとしました。他人をですね、自分に合わせようとしました。しかし今、私たちは地蔵説で、私たち自身を、イエス様に合わせます。イエス様は清い方ですから、私たちがイエス様が清いから、イエス様が清いから私たちは、清くなりたいのです。以前は悪魔に従って、無意識的に悪魔に従ってたので、悪魔は汚れているので、悪魔に従うなら汚れるのです。イエス様に従うなら清くなるんです。多くの人は、知らず知らず悪魔に従ってるんです。その結果汚れていくんです。汚れたものに従うならば汚れます。暴力団に入れば汚れます。と同じように私たちはイエス様に従うので清くなるんです。誰に従うかが大事なんです。誰に従うか、ぜひ皆さんは誰に従ってるんですか。皆さんは誰に従ってますか。ちょっと聞いてみましょう。はい、じゃあ皆さん、皆さんが従っているもの、皆さんが誰に従ってるか、はい、書いてください。皆さんは誰に従ってますか。何に従ってますか。誰に従ってますか。イエス・キリストです。キティさん、イエス・キリストです。まあ自分に従ってる人、サタンに従ってる人、性欲に従ってる人多いですよね。そうですよ。世の中の人は自分に従っている、欲に従っていると聖書に書いてあります。でも、イエス様だけに従いましょう、ね、イエス様だけに従いましょう。その、聖書にこういう言葉がありますね。ちょっと言い方が違うかもしれません。その人が従っているもののようになる。その人が従っているもののようになる。つまり、サタンに従えばサタンのようになり、イエス様に従えばイエス様のようになるということですね。もう一度言います。サタンに従う者はサタンのようになり、イエス様に従えばイエス様のようになる。つまり、世の中は、サタンのようになっているということです。この世が汚れていくというのは、多くの人がサタンに従っているので、サタンのようになっている。ですから、川崎事件も、サタンのようになった人がサタンのようなことをしたということですね。サタンのようになった人がサタンのしたいことをした。これからたくさんの人がサタンのようになっていきます。たくさんの人が、汚れていきます。たくさんの人がサタンのようなことをするようになります。それが終わりの時代です。皆さん、サタンに従いますか？サタンに従ってサタンのようになりますか？サタンのように汚れていきますか？嫌ですよね。嫌です。もう私たちは悔い改めて、もうサタンに従うことをやめます。もうサタンに従いません。それに気づきました。多くの人は気づいてないんです。サタンに従っていることを気づいてないんです。まずそのことに気づく必要があります。川崎事件は他人事ではないんです。川崎事件は一人一人の問題です。一人一人がサタンに従ってとんでもないことをしてしまうということは自分の問題だということですね。自分の問題です。私たちはサタンに従ってはいけないということですね。
今日の放送を聞いて、なんとなく分かってきた、なんとなく分かってきた、今まで、サタンに従ってきて悪いことをしてきた、サタンに従ってきて自己中だった、サタンに従ってきて神様に従わなかった、これから悔い改めて、サタンに従うことをやめて、自分に従うことをやめて、イエス様に従いたい、イエス様に従ってイエス様のように清くなりたい、サタンに従って汚れたくない、汚れたくない、イエス様に従って清くなりたい人、アメンと言ってください。アメン。イエス様に従ってイエス様のように清くなりたい人、イエス様のように清くなりたい人、アメン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 。アメン。アメン。ジャンクさん、サタンの誘惑に負けたくないです。イエス様、助けてください。天の御国に入りたいです。アメン。アメン。天の父様、感謝します。以前は私たちは、罪の中で生きてました。そして悪魔に、無意識的に悪魔に従ってました。そして、自分中心でした。イエス様ごめんなさい。私たちは悪魔の子でした。悪魔の子でした、悪魔から救ってください。私たちを悪魔から救い、あなたに従う神の子、あなたに従う神の子としてください。今アメンと言った方々が、あらゆる汚れを捨てて、あらゆる汚れた行い、汚れた言葉を捨てて、清くしてください。あなたの血潮によって清めてください。あなたの血潮によって清くして、あらゆる汚れを捨てることができますように。一切の汚れた思い、悪い言葉、悪い考え、自分中心の思い、人への、憎しみ、誹謗中傷を捨てることができますように、代わりにあなたの愛で、あなたの愛で生きることができますように。私たちを愛の器にしてください。愛を学ぶことができますように。イエス様、どうぞ私たちを用いてください。あなたの福音を伝える器、イエス様の皆を述べ伝える器、働き手に変えてください。どうぞ私たちを清めて用いてください。私たちを清めて、あなたの働きに用いてください。アメンといった方々を用いてください。あなたの働きに用いてください。世の中はますます汚れますが、私たちはますます清くしてください。イエス様、あなたに近づきます。あなたに近づきます。あなたを待ち望みます。サタンから救ってください。私たちをサタンから守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆様にイエス様の愛、祝福が降り注がれますように。尊い教え、放送いつもありがとうございます。感謝します。桃岡さん、ありがとうございます。それじゃあまた夜、あ、今日ないですね。今日土曜日ですから。今日の夜はありません。明日の朝10時半。明日の朝10時半、礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。イエス様を礼拝しましょう。それじゃあ皆さん、良い一日を。シャローン、シャローン。良い一日を。シャローン、シャローン。